こんにちは、 XBOX 専門 VTuber のたくみしーなです。今回は THQ ノーディックジャパン様よりレメナント2アルティメットエディションをご提供いただき、クリアまで遊ばせていただきましたのでレビューを行っていきます。今作はクリーチャーがはびこる終末世界を舞台にしたソウルライクアクション TPS ゲームとなっていて、強力なクリーチャーたちとの激しい戦闘を銃による遠距離または近接攻撃で楽しむことができます。最大の特徴はキャンペーンモードのランダム性となっていて、ダンジョンの構成やボスの種類、イベントなどがプレイヤーによって異なる自動生成で作られています。このキャンペーンはいつでも自由に変更することができ、変更しても育成したキャラやアイテムを引き継げるため、別のワールドに行きたいなと思ったらすぐにリロールを行えるようになっています。またチェックポイントで休憩すると回復薬の使用回数が最大値に戻ったり、敵が復活するなど基本的なソウルライクの要素が含まれますが、難易度は4段階から自由に選択することが可能となっているのと、やられてしまった際のデメリットが特にないのが今作の特徴です。他のソウルライクゲームの場合だと経験値をその場にロストしたり、最大 HP が減少したりといった要素が存在しますが、そういったペナルティが一切なく、優しめに遊びやすく作られていると感じました。また戦闘面においてパリーや致命攻撃などは存在せず、近接武器を装備していますが、ほとんどの場面での戦闘は銃を利用した中距離戦であり、回避行動に専念できる仕様でパリーが苦手な方でも遊びやすいと思います。とにかく戦闘面のアクションにスピード感があり爽快なのが魅力ですね。銃を撃つ挙動や敵へのダメージを与えた時の感覚、ダッシュからのジャンプやとっさに使える回避など、どれも TPS アクションゲームとして見ても優れている部類に入ると感じられる操作性で、他の TPS ゲームを触ったことがある方なら違和感なく触れられますし、敵が硬いと感じるような場面もなく、どちらかというと柔らかめな印象で、大勢の敵たちをどんどんと倒していくのはかなり気持ちがいいです。また前編においてオンライン3人までの協力プレイに対応していて、その仕様もかなり優れています。エリア内でならどれだけ離れていても仲間が取得したアイテムや経験値は全員に割り振られますし、倒れてしまった仲間を蘇生してあげることもできます。エリアの探索は全員でバラバラで行って、標的と戦うときは力を合わせて戦うなど、仲のいいフレンドと一緒に快適に楽しめるのは本作の大きな魅力です。キャラクターには各々クラスが存在していて、最初に選んだクラスによって役割やスキルが変わります。遠距離攻撃特化なハンターや、近接攻撃が強力で HP も高いチャレンジャー、自身と味方の回復を行えるメディックに、ワンちゃんを連れて行ける調教師、さらには錬金術師や召喚師、エンジニア、ガンスリンガーなど、DLC も含めてその数は10種類以上にも及び、1人当たり2つのクラスを掛け持ちできるという特徴があります。例えば超火力特化クラスにしてみたり、火力系と回復系を掛け持ちしたりなどと、各々で自由なキャラビルドを行えるのが今作の面白いところです。またクラスはいつでも自由に変更が可能なのもいいところですね。私は高火力のスキルを使用できるガンスリンガーがお気に入りでした。ゲームバランスについてですが、良くも悪くもかなり大味なバランス調整で作られていて、そもそもキャンペーンモードにランダム性を採用しているため仕方ない部分でもありますが、すごく苦戦したボスの次のボスはとても簡単だったというようなシーンが見られました。またそのランダム性がゆえに、狙っているクエストがなかなか発生しない、行きたい目的地へなかなかたどり着けないといった場面にも遭遇しました。そしてランダム性を取り入れてはいるものの、基本的なキャンペーンモードのボリュームはそこまで多くはなく、駆け足でメインストーリーだけ追うなら10時間ほど、しっかり探索を行っても30時間くらいのボリュームで、こちらを遊びやすいボリュームだと感じるか、もっとやり込み要素が欲しいと感じるかは人それぞれだと思います。明確に残念だった部分は怪しい日本語翻訳、中には日本語訳されておらず英語のままなアイテムや装備も存在していて、そのあたりはプレイしながら調べたりする必要があり残念に思いました。
前作の方の XBOX 版はそもそも日本語未対応だったことを考えると良くなったとはいえ、完璧な日本語で遊びたかったと感じてしまいます。また一見ただの壁だけど、実は通れちゃう壁であったり、とある場所で5分間放置すると手に入る貴重なアイテムなど、一部高度すぎる謎解きが存在しています。幸い攻略情報が豊富なため、ネットで攻略を見ながら遊べば特に詰まるようなシーンはありませんが、攻略を見ずに発見するのは不可能ではと思うシーンがいくつか見受けられました。ただ探索の楽しさであったり、伝統の面白さを十二分に持つ作品であり、ソウルライクが好きな方はもちろん、苦手な方でも触りやすいように工夫がされていて、不満点があってもなお DPS が好きな方、アクションゲームが好きな方、フレンドとの協力プレイで遊びたい方にはおすすめできるタイトルだと感じました。作中に中二病の王というアイテムが出てきますが、まさに面白いジャンルと面白いジャンルを組み合わせたら最強のゲームになるんじゃないかという構想のもとに作られたような、ところどころ他のゲームで見たことがあるような既視感があるエリアがあったり、ラスボスの挙動もなかなかにぶっ飛んでいて、ただその既視感やはちゃめちゃ感がどれも面白さにしっかりつながっているゲームだと思いました。なお今作は発売以降、継続的なアップデートや大型 DLC の配信が続いていて、2023年11月に大型 DLC の第1弾となる目覚めし王が、2024年4月には第2弾である忘れ去られた王国が配信され、新たなストーリーやダンジョン、クラスなどが追加されています。各 DLC のマップ規模は巨大で、探索のしがいがありますし、神秘的な世界観や戦っていた楽しい特徴的な新ボスなど、より深くレムナント2を遊べるような作りとなっています。特に追加ボスとの戦闘では、通常のボス戦では体験できないような独特なギミックが用意されている場面もあり、遊んでいて次はどんな攻撃を仕掛けてくるのかとワクワクしながら戦いました。DLC 所有者がリーダーであれば、 DLC を所有していない方でも DLC コンテンツをプレイすることが可能とのことで、そのあたりの仕様も嬉しい作りですね。ちなみに2024年5月の時点では通常版がゲームパスに対応していて遊ぶことが可能です。もし未プレイで気になったという方がいましたら、ぜひ遊んでみてほしいと思います。ということで、今回はレムナント2アルティメットエディションをご紹介させていただきました。私のチャンネルでは今後も XBOX 関連の最新情報や製品紹介、レビューなどを行っていきますので、よかったらチャンネル登録と高評価していただけるとすごく嬉しいです。 X の方でも情報発信しているのでフォローしてね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。